はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、こちらパッキング動画を撮っていきたいと思います。めっちゃ久しぶりだー、パッキング。今度福岡に旅行に行きます。2泊3日で行くんですけど、そのパッキングを撮っていきたいと思います。久しぶりの旅行っていうことで、ちょっとウキウキパッキングをお届けしようかなって思います。今なんか洋服とかも紹介したいなって思ってるの で Vlog は2泊3日分あるから、それだけで充実するかなと思うので、このパッキング動画の中に旅行先で実際に着たコーディネートをおまけでつけようかなと思っているので、そちらもぜひ楽しみにしていてくれると嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。じゃあ早速やっていきましょう。よしよし、じゃあやっていくぞ。いや、なんか久しぶりすぎて何持ってったっけっていう何を持っていってたっけっていう、言えない。何を持っていってた、何を持っていってたっけか、何持ってったっけ、本当に。え、どうしよう、どうしよう。じゃあまずどうする、まずやっぱお洋服いきますか。お洋服はね、でも決めてます。2泊3日だから2コーデ分ぐらい持っていこうと思うんですけど、もうそれは決めてて、じゃん、この迷彩のパンツ、これ最近買ったんですけど、私ずっと迷彩柄が今年気になってて、これを買ったので、これを履きたくて、まだ新品だからタグもついてる、これを履きたくてこれを持っていきます。ちなみにこれエイソスで買いました。よいしょ、これを持っていく。ちょっと今回ね、福岡旅行全体的にストリートな感じかもしれない。洋服がこれに合わせるのが、じゃん、ブラックのアメスリです。ホワイトでも可愛いんだけれど、いつもホワイト結構着るから、ちょっとブラックで着てみようと思います。今回2泊3日で、1日目も飛行機で行くし、3日目も飛行機で帰ってくるから、1日目と3日目はちょっとゆったりとラフな感じの格好にしたいなと思ってるから、3日目はじゃん、これで行こうかなって思います。めっちゃオーバーサイズな T シャツなんですけど、この T シャツにバイカーパンツで行こうかな。めっちゃラフじゃないですか思ってた以上にラフですよね、多分。これもね、エイソスで買いました。この T シャツもコリューションってとこかな、なんかすごい可愛いんですよね。コーデはこんな感じお洋服終わり。あ、そうだ、でもね、今回その福岡に行く理由が、ちょっとホテルにご招待いただいてるんですよ。このホテルよかったら泊まってみませんかって言ってご招待いただいて今回行くので、でそのホテルにね、プールがついてるんです。それは行かないとということで、水着も持っていっちゃうと思います水着とかマジで何年着てないんだろうって感じなんだけど、水着、水着、水着はこの中に全部入れてるので、いや、でね、まだ着てない水着があるんですよ。アリシアの水着なんですけど、これすごい可愛いんだけれど、そのちょうどコロナ禍の時で着れなくって、これを持っていこうと思います。ちょっと念のためもう1着ぐらい持ってこうかな。水着なんかちょっと張り切っちゃってるね。あ、これにしようかな。水着そんなに言っても持ってないんですけど、これにしよう。これがスライだったっけな、スライの水着だ。このチェック、色がめっちゃ可愛いんですよ。黄色と紫のチェックで、こっちがちょっと大人っぽい感じだから、もう一個はちょっと柄ありでいっちゃおうと思います。これはポーチに入れよう。こちらのポーチに入れておきます。よし、オッケーオッケー。洋服もポーチ入れるか。今回ね、福岡どのぐらいぶりだろう。まあでも福岡ね、あれで行ったんだよな、ハリプレイさんのライブで行ったんですよ。だからそんなにめっちゃ久しぶりってわけではないんだけど、でも旅行で行くのは久しぶりですね。私福岡ね、なんだかんだライブばっかりで行ってて、あんまり旅行で行ったことないんだよな。まあ、ライブのついでにちょっと観光するぐらいだから、旅行ね、本当あの前にあげた銀ちゃんと旅行行った時ぶりかな。え、どこ行こうまだ決めてないんですよねで、ちょっとこっから、まあ、下着だったりとか靴下とか小物類を持ってきます。そう、下着ね、下着もこんな感じでポーチ入れて持っていこうと思うんですけれども、このさっき紹介したアメスリあったじゃないですか。アメスリ着るときにやっぱりブラヒモとかが見えちゃうから、そういうときってどうしたらいいですかって質問いただいてたんですけど、何回か紹介もしてるんですけど、私は結構ブラトップ、肩紐がないブラっていうのを使っていて、最近新しくゲットしたんですけど、これが結構良かったっぽいので、良かったのでちょっと紹介しようと思うんですけど、こんな感じでなってて、私楽天で買ったんですけど、肩紐がなくて後ろにね2個留めるのがあって、
これが1本こうピッてあることで結構落ちづらいです。ホックだけでもいいんですけど、また中にさらにこのゴムになってるバンドがついてることで結構落ちづらかったので、パッドも結構しっかりしてるし、ノーワイヤーだから私ワイヤーあり痛くてつけれないんですけど、そういう方にもおすすめです。であとさっき T シャツ見せたと思うんですけど、あの T シャツって結構汗じみが気になりやすい感じの色合いになってると思うから、私ほんと汗やばいんですよ。特に背中と脇が本当にやばくて、この下着を持っていきます。これがね、脇汗パッドみたいなのがついてる下着になって、まあブラの上からとか着るやつなんですけど、まあこれをね1枚ちょっと重ねていきたいと思います。背中は特に何もないからちょっと背中は心配なんですけど、脇はこれ着てると安心するのでこれを持っていきたいと思います。福岡もね調べたらめっちゃ暑そうなんだよな。天気は良さそうで晴れ予報なんですけど、とにかく暑そうだからこちらもね汗対策として持っていきます。アクセサリーとかも選んでいきますか。はい、じゃあアクセサリー選んでいきます。ポーチに入れていきます。どうしようかな。でもなんか結構アクセはその日の気分とかによって私変えたくなる派なので、割と多めに持っていきます。今つけてるものもあるから、まあ、これは後から入れるとして、1日目につけてきたやつもあるんですけど、まあ、一旦全部この中に入れちゃって、で1日目当日になったら、まあ、そっから取り出してみたいな感じでやろうと思うから、とりあえずつける可能性のあるものたちを持っていきます。このネックレスの私は基本的にねゴールドが多いんですよね。あ、これも最近ねお気に入りのやつなんですけど、ラインストーンがついてる感じのめっちゃでかいネックレス、これを持っていく。あとこのハートのネックレス、これもすごい好きなのでこれも持っていくでしょう。ピアスはちょっとまた違う小物入れに入れて持っていきます。ピアスもいろいろ持っていこうちっちゃいのから中くらいのから大きいのまでいろいろ持っていこうと。リングも今リング結構しちゃってるからあれなんですけど、持っていきたいと思います。これも一応持っていきます。あとはブレスレット、よし。じゃあアクセはこんな感じで OK。 アクセは結構ちっちゃめだから、ちっちゃい小分けできるこのポッケに入れていきます。よし、オッケー。あ、疲れた。疲れますね、パパキンが。あとは、あ、マスクか。マスクも入れますね。はい、マスクはこんな感じで持っていきます。よし。そしたらあとは靴は一足でいいでしょ。で、スキンケアとかか、スキンケア類を持って行きましょう。まず化粧落とし、これ今私マツエクをつけたので、このマツエクでも OK なボディショップのカモマイルクレンジングバターってやつなんですけど、これを持っていきたいと思います。めっちゃいい匂いなんですよね、これ。めっちゃスルッと落ちるし、缶タイプだから旅行にもめっちゃいい、おすすめです。でスキンケアは旅行の時は私結構パックを持っていっちゃってのでパック持っていきますパックはドクター G のパックを持っていこうかな。勇気たっぷり入ってめっちゃおすすめなんですよ、これを持っていく。朝の洗顔用にこのラゴムの大好きなジェルトゥウォータークレンザーを持っていきます。これミニサイズのやつです。おすすめ、持ち運びしやすくて。化粧水これ持ってこうかな。シャネルの試供品で回ったやつなんですけど、これ結構良かったです。ちっちゃくて持ち運びしやすいから持っていきたいと思います。スキンケアはこんな感じでいいのかな、多分大丈夫そしたらシャンプーリンスか。私今髪の毛がブロンドなので、ちょっとムラシャン持っていきたくて、旅行用に買っておいたこのソマルカのムラシャン。このねソマルカは結構ね髪の毛サラサラになるんですよ。なんかムラシャンって結構やっぱ髪の毛がパサつきやすいイメージがあると思うんですけど、これはね本当カラーのケアじゃなくて普通にダメージケアとかにも私はすごくいいなって思うぐらいいいので、これを持っていきたいんだけど、開けれないんだが、ハサミ、ハサミ、これはちょっと別のポーチにまた入れます。入るかな。あ、いけるいける。はい、入りました。そしたらこのまま歯ブラシと歯磨き粉とフロスも持っていこうかな。マウスピース矯正をね始めたから歯のケアはしっかりしないといけないので、あとこれも持ってきます。マウスピース洗浄剤なんですけど2個ぐらいでいくか。あ
とはカラコンか、カラコンのケースと一応予備のカラコンと、あと洗浄液を持っていきます。よし、じゃあこんな感じで OK。 これも詰めていきます。よし、じゃあ詰めていこう。こんな感じかな。あとはまあヘアケアとかもちょっと持っていきたいんですけど、それはまたギリギリになってから入れようと思うので、まだ使いたいから、とりあえずこんな感じ。あと何がいるかな。アイロンもまだ使いたいから持っていかない。コスメもギリギリでいっか、まだ使いたいから。こんな感じで OK なのか、ちょっと一回考えよう。こんな感じで OK かな、とりあえずは。これに後から入れるものとしては、コスメとヘアアイロンとヘアケア、ヘアトリートメント、とりあえず OK かな。こんな感じでできました。パッキング終わり。私の2泊3日の荷物はこんな感じでございます。こっちめちゃくちゃスカスカ、まあ、多分お土産とかそんなに買わないと思うけど、もし買ったらこっちにまあ入れれるスペースがあるということで。よし、ではこんな感じで行っていきたいと思います。パッキングはこんな感じで終わったんですけれども、ちょっとおまけとして当日の3日間のコーディネートを紹介したいと思います。それではどうぞ。素晴らしい。で、上はベターネックのトップス。これすごい形が綺麗で、後ろもいい感じで可愛いので、これも合わせて、もう暑いのでね、だからマジ暑い。バッグとシューズは3日間使い回します。素晴らしい。こんな感じです。着回しコーデですね、はい、もう一度最後に全身を。ありがとう。ではまた明日。バイビー。バイビー。Think I've been here before. はい、紹介お願いいたします。はい、本日2日目でございます。2日目。今日もめちゃくちゃ灼熱なんですけれど、はい、今日は黒のタンクトップにこの迷彩のパンツを合わせました。かっこいい。ダボっとな感じのパンツなので、上はピタッとという感じです。で、ネックレスのビーズのネックレスで夏っぽくしてます。かわいいです。全然全然全然バッグとシューズは使い回しです。ということで2日目こんな感じでした。じゃあまたラスト3日目お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。本日3日目なんですけれども、はい、ちょっと暑すぎちゃって、はい、撮るの忘れてまして、もう搭乗手続き終わってこれから飛行機に乗ろうというところでございます。はい、すごい隅っこでこすり気まずいんですけど、やっていきます。やっていきます。今日は最終日のコーディネート。靴脱げた。今日もフライトがあるので、もう楽ちんなコーディネートにしていました。いいね。かわいい。なんかちゃんと履いてますからね。履いてますよ。安心してください。履いてますよ。履いてます。まあそれだけなんですけどね。ネックレスとか。あ、ネックレスね。S のやつ。あと、ピン止めもしちゃってます。かわいいじゃん。こっちもしちゃってんの？こっちもしちゃってます。かわいいね。で、バッグとシューズは一緒ね。同じやつですね。ということで、3日目最終日はこんな感じでした。
気をつけて帰るんだよ。そうだね、別々だから。ありがとう。